皆さんこんにちは、堀上教授チャンネルです。15番ホール425ヤード、まあ、いつもあの普通に回るとまあどうだろうな、ドライバー持ってセカンドショットが130ヤードぐらい、まあ乗せて2パットみたいな、まあマネジメント、もしくはまあボギーを打たないためにはティーショットスプーンでスティンガー打って250で残り170ヤード、まあいろんなマネジメントあるんですけど、425ヤード割るにしてね212ヤード、213ヤード、213ヤードって僕の中でちょうど7番ウッドなんですよ。なのでせっかく今日は風も何にもないんで、7番ウッドのもう425ヤードを割る212ヤードでパーオンさせて2パットパー取っていきたいと思います。まず絶対条件はヘアウェイ打たなきゃいけないからね。でもこれラフ行ってもそう7番ウッドってことか。もう絶対にティーショットセカンドこれ、はい、もうクラブ縛り、はい、クラブ1本でいってください。もう、okay、そこまで言うんだったら打ったらもうこれだけでいいわけ、ね、あそうそうそう、okay、はい、もうみんな楽です、それは、okay、もう風もないしね、はい、はい、425ヤード、あとはもう全部自分の力でなんとかしてください、はい、213でいきたいと思います。まあ絵的には213っていうけどちょっと飛ばしといた方がセカンド調整できるよね。まあこれ飛ばなかったら213狙いに行って飛ばなかったらセカンドきついよね。あそうですね、ちょっと強めで213ちょっと強めで、ちょっと強めで、はい、OK、 じゃあ425を割る2で同じクラブで2発いきたいと思います。これで213ヤード。え、213ってあんな手前？結構手前ですね。本当になんなら行ってみましょう。え、これ次213で届く？返さなくても大丈夫です。拭いてもらうぐらいいいじゃん。拭いてもらうぐらいさ、返さなくて大丈夫ですよ、ね、はい、え、これ届くかな？アゲンストかな、ちょっと。あ、でももう今来てるのはアゲっぽいっすね。ね、この歩いてる感じは。これアゲンストだと207ぐらいしか飛ばないから、まあでもね、飛ばそうと思えば225ぐらいまで飛ばせるから。これグリーン外してもそれですからね。これでパー取ったらどうする？グリーン周りヘアウェイウッドで今度からアプローチは全部それです。こんなにグリーン周り囲まれたバンカーがあんのに。バンカーはさすがに。てか212ってこんなに手前の。でも風はやっぱりちょっとアゲンストかもしれない。上げてますね、はい、感じる。お蔵入りにリーチ。こっそり5番ウッドに変えますか？ミラー、分かる、さすがに視聴者さんめっちゃみんな構えただけでさ、ドライバー変えたとかさ。そうですね、めちゃめちゃ気づく目あるよね、はい、俺本当動画内で悪さできないわって本当思うもん、はい、マジで気づくからね。すぐ気づくんで。あ、音とかで気づく人いますもん。本当にね、音がいつもと音で気づくって。ドライバー戻した時も一瞬でバレましたからね。そうね、プロでも普通音だけじゃなかなかあれなのに。一応425ヤードってだいたいピンがセンターの手で表記されてるんで、はい、まあ、ピンが多少奥とか手前とかあると思うんで、はい、まあ、大体でも距離がどうかってとこだね。測るのは OK。 それはね、あ、でも逆にさ、これ今ヤーデージとか何もないじゃん、はい、本来213だったら多分これでいいはずなんだよ。もう測らず行く。あ、じゃあ先に測るので答えだけ見とこう、うん、後で教えて。ああ、じゃあ行きますよ、もう測らず行きます。はい、本来これが213であればぴったりなはずです。ちょっとファーストカットですけど、これヘアウェイに出すのダメ。ちょっと右それちゃったな。ちょっと右、右だ。距離は本当にちょっと待って、ちょっと待って212 すごい。そうっすね、いやそれはすごい。425ヤードを
213でいけるかっていう話でティーショット打ってセカンド距離を測らず打ちましたがセカンドの距離212、すごい面白いね。いやこれでベタピンだったらおもろかったけどさ、これで狙い通り打ってんのにさ右にグリーン外してたら意味ないでしょ。もう一回やります。やりたい、やりたいよ。惜しかったな。もしかして、もしかしてあれは距離良かった。ダメだよ。もしかしてあれは煽るな、煽るな。さすがに出ないっす、あれは。誰がやってもウェッジ持たせて。アイスナ取った。パーパット。はい、パーパット。最後ちょっとスライス。あれ、スライス上がらずだね。ボギー。後半失速中ですね。ああ疲れた。まあ最善のマネージメントじゃないからボギー打っても全然悔しくないです。はい、これは難しいよ。最後締めてくださいよ。そんな何最後締めてくださいよ。そんなもう終わった気でいるけど。なんちゃそうですね。ミドルホールで半分の距離打って半分でもう半分でパーオンをさせる作戦は、使えないので試合ではやりません。はい、ということででもまあロングホールは意外とありかもしれないね。ロングホール例えばまあ500ヤードだとしたらまあ 何ヤード170ぐらい170170170で510でしょ。そうですね、うん、まあ意外とそういうねわざわざ長いクラブを使わなくてもいいよっていう話ね、はいはい、だって170170170だったら一番長いクラブ持って7番アイアンでしょ例えば、うん、ロングホールでも、はい、それは安全だよね。もちろんスプーンを持って例えばスプーンウエッジっていうのもありだけどボギーを打ちたくなければ777でもいいかもしれないし、うん、まあマネジメントって人それぞれなんで、はいはい、まああんまり大したことないです。またお会いしましょう、はい、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。